どうも、キングコングの西泣博でございます。今日はですね。 ファミリーミュージカル煙突町のプベルが大阪にやってくるというですね、えー、明るいテーマでお届けしたいと思います。えー、本音に入る前にお知らせをさせてください。講演会がですね、全国各地で開かれております。えっ、ー、と、12月の4日はですね、福岡でございまして、えー、12月の9日が東京、そして12月の23日が愛媛でそれぞれあります。これね、あのー、なんか僕が案内しちゃってるんですけれども、僕 が主催の講演会ではなくてですね、えー、お招きいただいているやつなのであの詳しくはあまり知らないんですけれどもなので、えー、主催者さんのところに何か詳しい情報なんかはですね聞いていただきたいなと思うんですけども、えー、チケットはですね、うん、にしなき全国講演会というサイトでまとめて販売されておりますので、えー、そちらの方でチェックしてみてください12月はですね 福岡、東京、愛媛で、えー、それぞれ行います。よろしくお願いします。そして、もう一点ですね。これちょっと、えー、なんなら肝入りプロジェクトかもしんないです。NFT の新プロジェクトがスタートします。チムニータウンギフトというですね、えー、12月の2日からですね、えっ、ー、と、スタートする。まあ、僕が、えー、思ってる NFT の一番、今のところ一番なんか、いい落としどころじゃねえかなと思ってんのが、えー、これなんですけども。まあ、あの、 詳しくはですね、どっかでまた喋るか、まあ、あるいはですね、チムニータウンダ o の方で、えー、チェックしてみてください。まあ、とりあえず、12月の2日からですね、チムニータウンギフトという何やら、えー、楽しそうなプロジェクトがスタートするよっていうことだけですね、頭の片隅に置いていただけたらなと思っております。よろしくお願いします。 そんなこんなで本題に入りたいと思います。今日はですね、えー、ファミリーミュージカル煙突町のプベルが大阪にやってくるというテーマでお話ししたいと思います。あのー、昨日の放送ではね、ミュージカル煙突町のプベルの大阪公演の投資稽古の感想をですね、お話ししたんですけれども、えー、ひどかったですね。あのー、やばいとすごいしか出てきてなかったっていう、西野中のギャルがもう全部出ちゃったっていう。<laughs> ひどい放送になってしまいました。まあ、興奮していることは伝わったかもしれませんが、あれだとですね、中身が伝わらないと思うんで、今日はですね、ちょっと冷静に、えー、ミュージカル煙突町のプペルの、えー、中身について、特に東京公演との違いについて、えー、お話ししようと思います。えー、まずですね、立て付けの部分を改めて整理させていただくとですね、 今回の運営はですね、チムニタウンではなくてですね、大阪にありますインプレス合同会社さんですね。で、僕らの関わり方としてはですね、脚本、えー、楽曲、衣装、ステージ美術の提供という形ですね。で、ここ最近は僕がね、毎日宣伝したりさ、それこそチケットを手売りしたり、まあ時にはですね、資金繰りなんかもさせてもらっていますが、これ完全にボランティアなんですね。 チムニタウン USA 代表のですね、瀬戸口が、えー、今帰国してて、で、今回の公演に関していろいろとね、動いてくれていますが、彼も同じくボランティアです。煙突町のプペルっていう作品とですね、えー、そしてその作品を愛してくださっているキャストさん、スタッフさん、そしてお客さんを守りたいという、えー、動機で動いている、えー、僕ら二人はボランティアだっていうことですね。で、次にですね、えー、東京公演との違いについてお話ししたいと思います。 あの、演出の高橋育馬さんにはですね、東京公演をなぞる必要はなくて、大阪公演ならではのプペルを作ってくださいともうお伝えしていてですね、で、その気持ちを受け取っていただきました。で、おとといの稽古場でね、演出チームのあの、皆様がお話しされていたことがすごく面白かったんですけども、あの、大阪はですね、大阪のプペルを作るつもりで、演出プランをこうね、あの、組み立てているそうなんですけども、結構 結果的にに東京公演演と同じ演出になる場面が、えー、ちょここはやっぱそうなるよねっていうですね、演出の正解のようなものがあるんだと思います。もうここはもうそうするしかないよねみたいな。そこでですね、うん、と東京公演と同じことはやらないぞとしないのがすごく素敵だなと思ってて、 結果的に同じになっちゃったけど、これは僕らの第一希望だよねっていう結論を、えー、大阪公演の演出のチームは出されています。東京公演とですね、見比べるときはそんなところも、えー、注目していただけると面白いかもなと思っております。で、次にですね、まあ、ここに関しては物理的な問題で、あの、大きく変わってくるところなので、あのー、お伝えするとですね、東京公演とは当たり前ですが、劇場が違うんですね。 で、特にですね、東京公演で使用した劇場が、そもそもですね、グランドキャバレーを改装した劇場なので、えっ、ー、と、形や内装が特殊すぎるんですよ。東京キネマクラブっていう劇場なんですけども、もうね、一歩中に入っただけで、テーマパーク感がもうすごいんです。もうすでにね、出来上がってるんですよ。あの、音楽好きの方に向けて話すと、えっ、ー、と、そうだな、エゴラッピンさんとか、 あるいはチャランポランタンとか、ああ、がですね、しっくりくる雰囲気の劇場って伝えればなんとなく伝わりますかね。あの、東京公演はですね、そんな雰囲気の劇場にですね、 もうスモーク、煙をもうガンガン炊いてですね。えー、そしてこの煙の中をですね、煙突掃除屋に噴したスタッフがこうランタンを持って、で、お客さんをこう、煙をこうかき分けながらお客さんをお客、あの、お席に、えー、案内するっていう感じだったんですね。で、ステージセットはもう YouTube に上がってるあれですね。まあ、いろんなところから煙とか蒸気とかがもブシ,ブシ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 上がってるみたいな感じです。で、大阪公演ではですね、この東京キネマクラブアドバンテージは使えないんで、 そこがまあ演出の腕の見せ所だなと思っています。劇場の客席に入った瞬間に、どう煙突町に来た感を出すか。あの、おとといですね、照明の伊地知さんと飲んでた時に、 ま、ギリギリまで暗くする。まあ、要するに現実が匂う劇場の壁をもう物理的に見えなくするっていうのは意外とありかもなみたいな。もうランタンの光しか見えないぐらい暗くするっていうのも意外とありかもなみたいな話になりましたが、まあ、そこはですね、イクマさん判断なので、えー、お楽しみにというところでございます。あとはやっぱり船と星空ですね。 ここも劇場の形が大きく関係してくる部分です。東京公演ほど、あの、大阪公演は天井が高くないんで、やっぱりね、違う見せ方を、えー、しなきゃいけないと。ここはもう、スタッフさんの頑張りどころですね。あの、大阪公演はですね、キングコングの武道館ライブや、 えっと、サーカスっていう学校イベント、あの、カジサックチャンネルに上がってると思いますが、あの、学校イベントの武道館公演、あとは、プペルのお遊戯会、そして、今年1月に、団十郎さんとやった歌舞伎、等々でですね、ご一緒させていただいた、伊実さんがですね、えー、大阪公演の照明演出として入ってくださっていて、で、美術はですね、もう映画の時からずっとご一緒させていただいている佐藤さんなので、 あの、西野はスタッフで参加していないもののですね、西野が普段からずっとお世話になっているですね、スタッフさんが、大阪公演ではコアメンバーとして参加されているので、まあ、ここはなんとかしてくるんだろうなっていうことを、もう、もう僕もお客さんとしてめちゃくちゃ楽しみにしています。あの人たちがどんな手を打ってくるんだろうっていうのを、めちゃくちゃ楽しみにしています。 あの、おとといさんからね、正面のプラン見せていただきましたが、もうなんかものすごいことになってましたよ。えっと、ミュージカルとエンターテイメントっていうものがあったとしたら、どちらかというと、ちょっとエンターテイメントに針が振られていて、個人的にはもうすごくすごく好きな感じです。僕、もう大味が好きなんで。 あとはそうだ、これも言っておきたい。生バンドの皆さんにも注目していただきたいです。今回は客席を大幅に潰してですね、お客さんから見える位置、もう丸見えの位置にですね、バンドセットが組まれているんですが、えだからもう出演者なんですね。でもってですね、演奏が本当にいいと。これあの、言葉じゃ絶対伝わらないし、何なら西野のダ目声で伝えてしまうと、逆にもう魅力が落ちてしまう可能性もありますが、 あるシーンでね、煙突町のプペルのピアノが鳴るわけですけども、そのサビ部分、タラタンタンのところがもう本当に最高。何その説明。<laughs> 何今の説明。ひどいね。<laughs> でもそこは本当最高なんですよ。 もう、その入り方何もってなっちゃう。もうどうしても興奮するとギャルが出てきちゃうな。まあ、とにかくその部分、えー、注目でございます。もう中身を語り出すと止まらなくなるので、今日はこの辺でね。 とにかくミュージカル煙突町のプペルの大阪公演が大変なことになっておりますので、関西の方はこの機会を絶対に絶対に逃さないでください。チケットはチケットピアとコリッチでそれぞれ販売しておりますが、ありがたいことに完売会が続出しておりますので、お早めにというわけで、えー、オンラインサロン西野貴郎エンタメ研究所では西野貴郎が現在手掛けている最新のエンタメビジネスに関する記事を毎日2000文字から3000文字投稿しております。興味がある方はぜひ覗いてみてください。それでは素敵な一日をお過ごしください。 グングコングの西名郎でしたじゃあまたねすいません最後にお知らせをさせてくださいえっ、ー、とさっきスタッフさんから聞いたんですけれども えっと、チケットピアがですね、システム上を、えー、本日ですね、29日の、二、えー、23時59分で、一旦ですね、前売りが、えー、終了となりましてですね、その後は、えーまあ、残席分がですね、当日引換券に、まあ、切り替わるそうです。なので、えー、当日引換券の販売っていうのが、また30日の10時からとなるらしいんですけども、まあ、この、だから、 ほぼほぼ10時間はですね、切り替えの期間としてピアでのチケットの販売が ストップしちゃうんで、えー、これくれぐれも皆さんご注意ください。本日の23時、えー、59分でですね、とりあえずは、えー、一旦ですね、えー、前売り券がですね、一旦販売終了となりますんで、お気をつけくださいということと、えー、明日ですね、11月の30日の、えー、19時から21時まで私はですね、ミュージカル煙突町のプペルの、えっ、ー、と、チケットを手売りしようということで、えー、場所はですね、 ね、近郊西野の家っていう僕の自宅で手売りするっていう。 まあ、その兵庫県川西市に自宅があるんですけど、そこまで買いに来る人いるかどうか分かんないですけども、まあ、その時間帯に家にいるんで、だったら家の中で手売りしてやれと思って。で、来られた方とは、えー、ツーショット写真を撮って、えー、とっとと追い返そうかなと思っております。あの、長居されると違うじゃない。家に長居されるとちょっと違う話が変わってくるので、あの、写真撮って、とっとと追い返そうかなと思ってます。でも、家の中で写真撮ろうかなと思ってますんで、これくれぐれもですね、参加資格を ですね、その場でチケットを購入される方っていう、まあ前々から買ってたんですけど、いいっすかみたいなことは、たまにいるんすよね、そういう人。たまにいるんだよ。もう組んで、そこは、そこは組んでと思うんですけど、気持ちを組んでよっていう、こっちの都合とかいろんなものを組んで、わかる。もういけずしてるわけではなくて、ちょっとだけ気持ち組んでよと思うんですけど、たまにいるんですよ。前々からチケット買ってたんですけども、いいっすかみたいな。 写真撮らせてもらっていいですかみたいな。家来ちゃったんですけど、みたいな。いや、それ OK にしたら、もう僕、この後何千人、五千人、六千人とかわかんない、すごい人数にと、それ、あの、対応していかないといけなくなるんで、ちょっとそこは気持ちを組んでいただいてですね、えー、参加資格はその場でチケットを購入された方、される方という、させてください。で、チケットピアとか、コリッチとかって、事前登録しとかなきゃいけないんで、事前登録しとかないと、あの、チケットカードだいぶ時間がかかっちゃうので、なんか事前登録だけは済ませておいていただき いけると助かります、えー。11月の30日の19時から21時、私多分酔っ払っておりますが、えー、近郊西野の家でお待ちしております。まあ、住宅街ですので、あの騒がないようにしていただけると嬉しいなと思っております。それでは素敵な一日をお過ごしください。キングコングの西野亮廣でした。じゃあまたねー。